ゴジラ映画との出会い、パッケージも含めて関わるきっかけとかいう形で、どっからゴジラに入ってるんですか？リアルタイムで劇場っていう部分に言ったらば。劇場で言うとね、もううろ覚えなんですけど、うちの父親がもう映画好きで、うん、よく連れてってくれたんで、うん、多分三大怪獣か大戦争かを、もうリアルか分かんない、あのまださ、この頃、うん、分かる分かる、あのまだね、商店街に映画館がありましたね、かろうじて、はい、都内ですよ、東京都内であったんで、はい、だから1年とかずれてるかもしれないけど、うん、だから65、6年には多分スクリーンで怪獣が見てて、うん、なるほど。だって、うん、ガメラのギャオスから後ろとか大文字はきっちり見た記憶あるし、ね、うん、あとまあ東映さんは009ですよ。なるほどね。劇場だったね。その近くの映画館、うん、遠くに行かないでも映画館があった時代だから。そうそうそう。俺は南海の大決闘、はいはい、あれエビラでしたね。はい、でもうザリガニが大好きで、近くの公園にザリガニ釣りに行ってた子供だったから。エビの怪獣っていうだけでね、あのハマって、エビの怪獣がいたんです。そうそう、エビラっていうのが出てくるの。エビラっていう名前もエビの怪獣しかないじゃないですか。そうか。そう、こういうのがいて、それが出るって言っておじいちゃんに連れてってもらったのが最初の、怪獣映画なんだけど、ただそこで同時上映で夏木陽介さんの青春とは何だったんですか。あ、はいはいはい。そっちの方に逆にハマっちゃった結果論なんだけど。うん、あの制服の第二ボタンを上げようどうのこうのっていう風な場面がすごく覚えてて、だから怪獣映画はその後に見たのかな、ギャオス、ガメラ対ギャオスの方が子供心には印象的で、どちらかというとゴジラ派よりかガメラ派。こうしてね、東方の青春映画好きが出来上がってる。出来上がったんですよ。一方で、そういう風な出来上がってたんですよ。